フォロワー684万人の力。TikTok のエリアナが後押ししたナンバーアンダーラインアイのサクセス劇場。滝沢秀明社長の再投稿は、ナンバーアンダーラインアイにとって大きな追い風となりました。数年前、TikTok が登場した時、誰がこんなにも音楽業界に革命をもたらすと予想したでしょうか今や、TikTok は新進アーティストにとって重要なプラットフォームとなり、 無名のアーティストが一夜にしてスターになることも珍しくありません。この記事では、ナンバーアンダーラインアイというアーティストが TikTok とコーチ l c を通じてどのようにして注目を集めたのか、その背後にあるストーリーを深く釣りしてみたいと思います。2024年の夏、ナンバーアンダーラインアイはアメリカの音楽フェスティバル、コーチ l c で圧倒的なパフォーマンスを披露しました。 彼のエネルギッシュなステージは観客の心をつかみ、一気に話題となりました。その後、彼の楽曲はストリーミングサービスでの再生数が急増し、ジーニアスでの歌詞、アノテーション数も増加しました。彼の実力が様々な指標で示され、業界内外からの注目を浴びることになったのです。この成功の裏には、TikTok のスーパースター、エリアナの存在がありました。 フォロワー数684万人を誇る彼女がナンバーアンダーラインアイの動画を投稿したことは大きな話題となりました。エリアナのフォロワーは彼女の投稿に熱狂し、ナンバーアイの楽曲を広めるための波及効果が一気に加速しました。さらに驚いたことに、ジャニーズ事務所の滝沢秀明社長が自身の SNS アカウントでエリアナの投稿を再シェアしました。これにより、 ナンバーアンダーライン愛の知名度はさらに上昇し、彼のアーティストとしての地位がより強固なものとなりました。滝沢社長の指示はナンバー愛にとって非常に大きな後押しとなり、彼の楽曲がさらに広範囲にわたって知られることとなったのです。TikTok は若者を中心に爆発的な人気を誇る動画プラットフォームです。特に、 エリアナのような有力クリエイターがナンバーアンダーラインアイのパフォーマンス映像をアップロードすることで広くそのアーティストを知ってもらえる絶好のチャンスが生まれました一般ユーザーからの反応も多く寄せられナンバーアイがゴーとグレ e テストオブオールタイムに選ばれるのは当然だエリアナに取り上げてもらえたのは本当に光栄だといった声が上がっています近年 ティックトックはアーティストの知名度向上に大きな影響力を発揮してきました。ナンバーアイのように、コ茶チャラのようなメジャーフェスティバルに出演するアーティストがティックトックで話題になることは、音楽シーン全体の注目を集めるのに非常に効果的です。実際、この投稿には多くのリアクションが寄せられ、ナンバーアイの音楽性とその活躍を支えるファンの熱気が、動画投稿を通じて世界中に広まっていくことが期待されます。 ナンバーアイの今後の動向には大いに注目が集まりそうです。この勢いを維持し、さらなる飛躍を遂げられるかどうか、音楽ファンの期待は高まるばかりです。クリエイターと視聴者が一体となってナンバーアイの炎上的人気を支えていることがわかります。今後、ナンバーアイがさらに飛躍していくことが期待されます。この勢いに乗って、ますますの活躍を望みたいですね。 私もこの投稿から得られる数々のインサイトを活かして、ナンバーアイの活躍をレポートする記事を書いてみたいと思います。アーティストの魅力や t i k t o k カーの影響力、ファンの反応など様々な角度から掘り下げて紹介したいと思います。読者の皆さんに新鋭アーティストの躍進とそれを支えるコミュニティの盛り上がりを生き生きと伝えられるよう、注目すべきポイントを丁寧に描いていきたいと考えています。 ナンバーアイの成功は、コーチャーラでの圧倒的なパフォーマンス、TikTok のスーパースターであるエリアナのシェア、そして滝沢秀明社長の再投稿という複数の要素が重なり合った結果です。これからも彼の活躍を見守り、その勢いがどのように続くのかを注目していきたいと思います。さらに驚くべきことに、TikTok の投稿を見た滝沢秀明社長が自身の SNS アカウントでこの動画を再投稿しました。 大物の支持を得ることで、ナンバーリのアーティストとしての地位は一層強固なものとなりました。こうしたサポートは、アーティストの信頼性や認知度を高めるために非常に重要です。TikTok でのシェアは、多くの一般ユーザーからも反響を呼びました。ナンバーリがゴートに選ばれたのは当然エリアナに取り上げてもらえたのは本当に光栄など、ファンからの熱い応援の声が多数寄せられています。 ファンの積極的な行動やリアクションは、アーティストの知名度向上に大いに貢献します。コーチャーラでのパフォーマンス以降、ナンバーリの楽曲やパフォーマンス動画は一気に拡散され、多くの新しいファンを獲得しました。ファンの熱気がこの動画投稿を通じて世界中に広まり、ナンバーリの音楽性がさらに認知されることになりました。今回の盛り上がりは偶然ではありません。 ナンバーリの知名度は確実に上昇し、今後の音楽シーンでの活躍が大いに期待されます。彼の音楽性とパフォーマンスはすでに多くの指標でその実力を示しており、今後もさらなる飛躍が期待されています。TikTok のようなプラットフォームは、アーティストが新しいファンを獲得し、広範な視聴者にアピールするための非常に効果的なツールです。 特にコーチャーらのようなメジャーなフェスティバルに出演するアーティストにとって TikTok での盛り上がりは音楽シーンの注目を集めるのに非常に効果的です TikTok のアルゴリズムはユーザーの興味関心に基づいて動画をレコメンドする仕組みですこのアルゴリズムは無名のアーティストでも一夜にして有名になる可能性を秘めています No.I の楽曲が急速に広まったのもこのアルゴリズムのおかげです エリアナのような影響力のあるユーザーがシェアすることで、一気に多くのユーザーにリーチし、バイラル化が促進されました。TikTok は単なる動画共有プラットフォームではなく、強力なコミュニティを形成しています。ナンバーアイのケースでは、彼の音楽に対するファンの熱意が明確に見て取れます。ファンはコメントやシェアを通じて、積極的にナンバーアイをサポートし、彼の知名度向上に貢献しました。 このようなファンの熱心なサポートがアーティストの成功には不可欠です。滝沢秀明社長の再投稿はナンバーアイにとって大きな追い風となりました。企業や著名人とのコラボレーションはアーティストの信頼性や影響力を高めるのに役立ちます。これによりナンバーアイはさらなる飛躍を遂げるための基盤を築くことができました。大物の支持を得ることは アーティストのキャリアにとって非常に重要な要素です。TikTok のグローバルなユーザーベースを活かして、ナンバーアイの楽曲は世界中に広まる可能性があります。現在、彼の音楽は主にアメリカ市場で注目を集めていますが、今後は他の地域でも人気が高まることが期待されます。異なる文化圏のファンを獲得することで、さらに多様な音楽シーンでの活躍が期待されます。最後に、 ナンバーリの楽曲やパフォーマンスをぜひ自分の目で確かめてみてください。きっと新しい魅力に気づくはずです。この記事がその一助になれば幸いです。あなたもこの盛り上がりに参加してナンバーリの音楽を楽しんでみませんか彼の音楽があなたの心にどのような影響を与えるかぜひ教えてください。そしてあなたが見つけた新しいアーティストや曲についての感想もぜひシェアしてください。 音楽の世界は広がり続け、私たちの生活に新しい彩りを与えてくれるでしょう。